毒親の行動を変えたいの対処法。親の性格を変えたり親の行動を変えるってことは不可能ですね。私もうちの親とよく電話で言うんだけども、ちょっとこういうエピソードがあったんですけども、足がつるって言うんですね。足がつっても指が90度ぐらい反り返ったとか言うんですよ。だから足がつる最大の原因はマグネシウム不足なんですね。分かりきってるんですよ。マグネシウムって皮膚から吸収されますので、サプリメントだと取ってもいいんですけども、吸収が弱いんですね。皮膚から吸収するのが一番いいので入浴剤がいいんですよ。なのでマグネシウムの入浴剤送ってあげたんです、うちの母親にね。この間ちょっと電話して、したら言うんですよ。足つるんだわーって、マグネシウム入浴剤送ったからやってないのって言ったら、やってるって言うんですね。何杯入れてるのって言ったら、1杯って。入浴剤には5杯から10杯入れてくださいってこのサジがついてるから書いたんだけど、10杯ぐらい入れた方がいいよと。今マグネシウム足りてないんだから。私も必ず10杯入れるんですよ、多めにね。ただうちの母親が言ったんですね、1杯だけだって。なんでその1杯しか入れないって言ったら、もったいないからってですね。それをまた何週間後に電話したら、また1杯しか入れてないっていう、がっかりして、それでまた足つるって言ってんです。またもう1個送ってあげましたよ、だから入浴剤よく予備あればたくさん使いなさいよって言ってね、っていう風にして、言ってもやらないし、答え出てんですよ。だってそんなのマグネシウム不足なんだから、マグネシウム補充すれば必ず今よりはゼロになるかどうかわかんないけど、今よりは絶対良くなるはずなんですね、っていう解放を示してもやらないんですね。その通りね、それが親です。だいたい子供の言うことなんか聞いちゃいないですね。それが親子っていうことです。だから親の行動や考え方を変えるというのはほぼ不可能に近いので、親がこういうことを言いますとか、親が何とかかんとかですっていうのはもちろん大変なんです。だけどアドラー心理学的に言うとコントロールできないことなんですね。だからそこで悩んでもしょうがないので、ああまたそういうこと言ってるなっていうふうにしか思いようがないですね。私としてはそれ以上できることないですからね。入浴剤まで送ってあげてるんですからね、先ほどの自分の母親との関係性で言うとね。ただそうなった時にどうすりゃいいんだっていうと、しょうがないよねっていうことですね。しょうがないっていうのも結構いい言葉なんですね。私はよく使いますけどね。自分としてやれることをやっていることが前提になりますけど、自分としてやれることを全部やった上で良い結果が得られなかったら、それはしょうがないですよね。それはね、なのでそこで落ち込んだり自分を責めたりしてもしょうがない。だからやれることというのを書き出したり調べたりするといいと思います。だいたいネットで調べたら出てきますから。例えばそういう親に暴言を吐かれた時どうしますかって言っても、カバチャンネルで取り上げてなかったとしても、ネット上にそういうのはいくらでも出てますし、本にも出てます。なのでそういった時にどういう対応するかっていうのを調べて、自分で書き写して、それをどうするか決めておくっていうんですね。対処法をね、コーピングとも言いますけども、対処法を3つぐらいピックアップすればいいと思うんだけど、それを決めといて、そうなった時にそれを使っていくっていうことをね、やっていけばいいので、何もしないから変わらないんですね、その問題っていうのが。何がしかのトゥードゥというものを調べて、それを行動していくことによって、あなたの気持ちが楽になったり、うまくやり過ごせたりするってことができるんです。ほとんどの人は変えられないような、その親の性格を変えようとしたり、親に暴言を吐かれたといった時に、どうやれば親が暴言を言わないようにするのか、それをゼロにすることができるのかということにフォーカスして注目するから、余計辛くなるんですね。だって変わらないんだもん、それいくらやったって。だから変えられないことを注目するんじゃなく、変えられることに注目して、そこのところであなたができることを一つずつやりましょう。そうすると何がしかの今よりは少しは気分は楽になったり、いい方向に向かっていきます。親子の問題っていうのは全くそういう部分が多いので、変えられないので、親ね、そこだけはよく覚えておいてください。変えられないものを変えようとするということが、もっと悩みを深くしている部分があるので、しょうがねえなーっていうふうに私は思ってやり過ごしていますけどね。カバチャンネル3313本の全動画リストをプレゼント。ダウンロードはコメント欄のリンクから。